女子ゴルフのセクシークイーンこと女子ゴルフのアンシネが日本のメジャーソニー日本女子プロ選手権に出場する2日にはインスタグラムのストーリーズを更新沖縄行きの飛行機の様子や沖縄に到着後焼き鳥屋を訪れた写真動画などをアップした先月下旬にはインスタグラムを更新し日本のファンの皆さん ソニー日本女子プロゴルフ選手権からツアーに戻ってきます。早くカムバックしたい。間もなくお会いしましょう。と綴り、ミニスカのゴルフウェア姿などを披露していた。父の前でいいプレーを見せるのが目標。アン・シネが韓国女子ゴルフツアーの KG レディスオープンに推薦出場を果たしている。先週のハンファクラシックに続き2週連続での母国ツアー参戦だ。 今季は日本ツアーに参戦中だが、7、8月は帰国して韓国で過ごしていた。その間に韓国ツアーの2試合に出場したわけだが、それには理由があった。アン・シネは現地スポーツ紙、イルガンスポーツのインタビューに答え、こんなエピソードを語っている。今回の試合の目標はお父さんの前でいい姿を見せること。父の体の状態が良くないのですが、 楽ししいいい時間を過ごしたいと思っています。私をゴルファーに育てるためにこれまで努力してくれたことに応えたいし思い出を作りたいんです久しぶりにゴルフ場に来てすごく嬉しそうなのでほっとしていますというのも父のアン・ヒョジュン氏はガンで闘病中のためなかなか外には出られない状態アン・シネは日本ツアーでの連戦を終え父との貴重な時間を過ごすために夏に帰国した 父の体調を考慮してキャンピングカーを購入し、父との時間を大切にしている。アン・シネは父に元気を与えるために日本ツアーに戻り、次はソニー日本女子プロゴルフ選手権大会に出場する予定だ。先週のハンファクラシックに続き2週連続での母国ツアー参戦だ。今季は日本ツアーに参戦中だが、7、8月は帰国して韓国で過ごしていた。 その間に韓国ツアーの2試合に出場したわけだが、それには理由があった。アン・シネは現地スポーツ紙、イルガンスポーツのインタビューに答え、こんなエピソードを語っている。今回の試合の目標はお父さんの前でいい姿を見せること。父の体の状態が良くないのですが、楽しい時間を過ごしたいと思っています。私をゴルファーに育てるためにこれまで努力してくれたことに応えたいし、 思いい出を作りたいんです久しぶりにゴルフ場に来てすごく嬉しそうなのでホッとしていますというのも父のアン・ヒョジュン氏は癌で闘病中のためなかなか外には出られない状態今回は久しぶりに娘の試合を見るために会場を訪れたという父の体の状態を考えると一般車で遠くへの移動は難しいのでキャンピングカーを購入したんです すごく嬉しそうにゴルフ場に来るようになりました父と過ごせる貴重な時間とあってお父さんの前でいいプレーを見せたいので一生懸命頑張りますいい結果を残したいですと語っているアン・シネの韓国ツアー出場は今大会が最後日本ツアーに戻り公式戦のソニー日本女子プロゴルフ選手権大会に出場するまずは予選通過で父に元気を与えたいところだ アンシネ1990年12月18日生まれ韓国出身の女子プロゴルファー2017年に日本ツアー初参戦すると抜群の美貌とスタイルで注目を集めセクシークイーンの愛称で日本の女子ゴルフ界に旋風を巻き起こしたゴルフのニュース編集部父の前でいいプレーを見せるのが目標アン・シネが韓国女子ゴルフツアーの レディスオープンに推薦出場を果たしているアン・シネは日本ツアーに参戦中であり夏には帰国して韓国で過ごしていました韓国ツアーに2試合出場した理由は父親の体調を気遣い父親の前で良いプレーを見せることが目標だったからです父親は癌で闘病中であり久しぶりに娘の試合を見に会場を訪れました アンシネは父親を気遣いながらも、家族との時間を大切にし、夏を過ごしていました。父と過ごせる貴重な時間を大切にしているアンシネ。今大会が韓国ツアー最後で、日本ツアーに戻り、次はソニー日本女子プロゴルフ選手権大会に出場。予選通過で父に元気を与えたいとの思いを持っている。 アンシネは1990年12月18日生まれの韓国出身女子プロゴルファーでリボートスタイルでセクシークイーンとして日本の女子ゴルフ界に旋風を巻き起こした。